どうも、学ぶ18号だってばよ。今回も水筒の術に挑戦してみたいと思います。今回使うアイテムはじゃん、ロートです。これは何かと言いますと、シャンプーとかね、醤油とか、あと化粧水とかね、こう移し替える時にこう使うと便利なやつです。これ見てくださいよ。これここの面積めっちゃ広いでしょ。だからこう吸った時にこう空気がこうめっちゃ入ってくると思うんですよ。これはいきますよ。これ新記録狙いますよ。それでは早速このロートで水筒の術をやってみるってばよ。おう。いった、これいった。完全にシンクロックいった、これ。めっちゃ楽、めっちゃ空気入ってくる。ちょっと今こう隙間空いてもうて水入ってもうたからちょっと出てきたけど、これ全然いける。うん、敵とかおったらもっと頑張れてた俺。これいいわ、ロート、これいいわ、新記録いったわ。前回、何だっけ、ちくわとかで16秒25。これ超えたんちゃいます？いったわ、これ。皆さん、新記録いきましたよ。よし。まあまあまあ、これに、ね、満足せず、また別のアイテムでやりたいと思いますよ。うん。それでは、皆さん、バイバイ。どうも、学ぶ18号です。皆さんいかがでしたでしょうか。他にもね、こんなに楽しい動画があるので、ぜひ見ていってください。これからもコント、トーク、ドッキリ、大喜利、体当たり企画と様々な最新動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンを押してください。それでは皆さん、バイバイ。